やっていきますか。己またしても過激団目に邪魔をされるとはということでね、どうもアザラシです。桜対戦実況の第3話て俺は体調失格のパート1になります。こちら桜対戦の実況自体はパート9かな、もう9本目やってるけど、未だに特にこうこれといってつかめてない、何もつかめてない多分淡々と上げることになっていく。過激団の強さは隊長である大神一郎と橘マリアの統率力にあります。言うほどか、言うほど活躍してるかこの二人。というかね、あれだ、3話はさ、すごい胸クソなんだよな。確か胸クソなんだよな、話的にも。あんまり好きくないぞ、やりたくない。若干胸クソなんだよな。はは、お任せ。体は疲れているけどね、しかし人には誰しも触れられたくない忌まわしき過去がある。さて橘マリアよ、もうどう出るかな。触れられてほしくない過去だ。第3話、俺は体調失格でございます。どうもね。いや、これは若干どころでは胸クソ、若干どころではなく胸クソでは。ただまあできる限りほう、シンデレラを終了させていただきます。本日のご来場誠にありがとうございました。皆様のまたのお越しを心よりお待ち申し上げて、ピンポンパンポン。やれやれ、やっとモギリから解放されるな。この辺のなんかどこで何が起こるとか今鼻詰まってんだ、なんか。あら、マリアじゃないか。おーい、マリア、おーい、おーい、おーい、マリア。俺、金髪でショートカットめちゃくちゃ好きなんだよ。ね。だよって誰に話しかけてんの？なんですよ。もがみもが好きだから。金髪でショートカットというだけですごく好きなんですが。なんでだろうね。マリアには全くピクリとも反応しないのはなぜなんだ。全くピンとこない。昔の夢。あんまり見ないな。昔の夢な。あんまり見ないな。どれか選んだら上がったのか、これは。昔の夢。どんどん忘れていくな。ひたすら忘れていくわ。昔好きだった人の名前だとか、なんか、全然、なんか名前が思い出せなくて、ああ、そうだったとか、そんな風に、だんだん忘れていっちゃう。もう、なんかハチクロの、ハチミツとクローバーって漫画の中でね、なんか、その人の、大事だった人のことの何から忘れていくだろうか、みたいな。最後に残るのは声だろうか、みたいな。そんなシーンがあったような気がするけど、もう声も思い出せないね、あんまりね。多分、聞いてもかな。ああ、わからん。どうしたんだろう。まあね。そりゃ、同じ舞台の仲間だし。それだけですか。それだけですが。それだけですが。カンナさんがいてくれた。カンナ。でも声って大きいよな、声。なんか、すごく意識してるわけではないんだけど。気になってる人の声がすごく耳に入ることがある。よくわからん現象だが。すごくなんかこう、なんだろう、聞こえるというか、そういうことってない？その人の話し声だけが、みたいな。そういうことってないですかね。だから多分、昔好きだった人の声とかもおそらく街中とかで聞かれたら、はっと思って振り返ったりしたりするかもしれない。しないかもしれない。昔っていつだ？いつだ昔って。椿ちゃんかわいいな。
椿さん、そのマリアが、いや、なんでもないよ。胸を見ていこう。反応が、その反応じゃ男を喜ばすだけだよ、椿ちゃん。残念だけど、よろしくない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 。ちゃんとあのブロマイドは買っていく主義だから。今週はマリアです。違うな。え、これか。うん、違う。これでしょうか。違いますね。これか、紫色。これ買ってきます。ほい。憂いている。若い女性と学生さんにすごい人気なんですよ。へえ。あ、もう買っちゃったんだ。じゃあ行きます。椿ちゃんと話していこう。いや、可愛いなって、話がしたいんだけど。一番は話がしたいんですが、俺もネクタイをしてるのは結構辛いですわ。世間話をしている椿ちゃんと、いや別に可愛いなって。服、いやもうこれ以上そんなスケベはダメです。退散します。可愛いな。可愛いものは可愛いって一番正確だからダメなんだ俺は。逆に言うとなんか思ってもないことが言えない。あれ、カンナいるじゃん。あれ、この辺からか。ほなさいなら食堂へ。もう一回カンナに会いに行こう。まだ食ってる。じゃあ舞台に行ってみますか。カンナじゃない、マリアのことが気になる。おっと、出会いが。あれ、コーランじゃん。なんでしょう。セットが倒れそうだから伝えとけと。ねえマリアさん。どうしたの一体。なんか元気ない。そんなことないわよ。さあ修理を続けましょう。ガタガタ。うわー、セットが。てん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 。怪力。うひゃー、すごいすごい。おかみさん、ごっつ力持ちやな。うち感心したで。いいから早く。なんとかしてくれ。ロープで。うん。余裕をかます。はは、なんだこの式。え下がるんだ。お、サンキューサクラ。サンキューコーラ。ちょっと見せ、くすぐったい。伏せろ。あれ、この時代の絵ってさ、おそらくセル画だよね、塗りが。おそらくデジタルじゃないと思うんだよ。すごくない、それ。すごくないですか。いや、デジタルじゃない。どっちなんだろうな。君はルフィでは。カンナの何がわかんのやろな。何がわかんのやろな。まったく、何を騒いでるかと思えば。ゴムゴムのジェットピストル。お土産よ。すまねえな、アイリス。荷物が全部流されちまってさ。カンナ、無事でしたの。スミレさん。沖縄からの帰りの船が沈没してね。ね、泳いできたんだよ。どこら辺で沈没したかにもよるね。相変わらずだね。どこら辺で陥没じゃねえ。沈没。火の。3人か。大神一郎です。
名前はちゃんと名乗っていく。大神一郎だ。前は海軍の少尉だったけど、今この帝劇の隊長さ。少尉さんかい。道理でいい面構えしてるわけだ。面構えね。気に入ったよ。へえ、面構えだけど。新人の桜とコーランよ。桜とコーラン。よ。新宮寺桜です。よろしくお願いします。桜とコーランが新入りというのがなんとかなんともなんともあるよね。てか桜がまず一番の新入りなんだよね。男に胸が多少胸の谷間が見受けられますが、おんなだぜ。よく帰ってきてくれた。よく帰ってきてくれた。この人は置いてるマイクの台をどかした。台を動かしたら変な音ピーって。これでっていう、これで全員集合かよって思うよな。初プレイとかしてたら、なんかもっとこう俺のハートにビビッとくるのがいるんじゃねみたいなこと思うじゃん。最後カンナで終わりだから、ビシッ、最後のメンバーカンナ、ビシッて、バッバキッて、ビシッ、カンナでビシッっていうわけで、なんとか自然石割りはできるようになったんだけどね。さすがに船が沈み始めた時は肝を冷やしてはダメだ。声がよくわからん。ルフィの声なんて出せません。一番心配してただろ、スミレが。こういうなんかこういうツンデレっぷりっていいですよね。空手の修行に沖縄まで早いとこまで行ってはったんやな。まあね、あたいの生まれ故郷だし、修行するには沖縄が一番さ。マリア、付き合い悪いね。ちょっと付き合ってくれよ。いいとも。いいとも。もう全部もう、二の句を告げずにとりあえず賛成みたいな。イエスマン。首席だったらしいじゃねえか、すげえ。海軍仕込みの格闘術見せてもらおうか。お大事にしろ。やったったんよ。海軍仕込みの格闘術。トンタン、トンタン。このまま続けて組手からやってみるか。組手？あたいが隊長に技を仕掛けて、隊長はそれを受けるのさ。ほいほい。じゃあ技を言うからちゃんと覚えてくれよ。はいはい。下段蹴り、腹に聖剣突き、上段回し蹴り。はい。ほう。ほい、来るぞ。最初は下段蹴り、下段蹴り。緊張感あるな。次は聖剣突き、腹を防御だな。止める。よし、あっ。二段蹴りが なんで避けられんかった。迷ったぞ。もっと上がったのにな。うまくやりゃ。いただきます。全部イエス。こういうノリが悪い人俺はあんまり好きじゃない。全部ノリがいい、ノリがいいって生きていきたい。ノリがいいで生きていきたい。とりあえずイエスで生きていきたい。待ってましょうとも。食堂がね、洋風ですね。まだ会話ないよ。まだ会話ないよ。まだ会話ない。待つよ。私待つは。ご飯の上に何か赤黒いものが乗っている。何でしょう。黒豚と苦瓜を唐辛子と黒胡椒で炒めたもの。ほう。麦飯というか、唐辛子は真っ赤だぞ。じゃあ、遠慮なくいただこうかな。こりゃ辛い。
火は一応通ってるけど味は塩辛いし、あれ、でも最初の一口を我慢するとうまい、美味しいじゃないか、これうまいよ、かんだ。鼻が詰まってて声がうまいこと言ってない。そして20分が経とうとしている。15分が経とうとしている。そろそろ潮時かな。うわ、体について教えてくれ。うん、難しい質問だね。うん、強くなりたい、ルフィかな。ここに来たきっかけは、空手一つし、空手しかない、空手以外のことなんてできっこない。空手以外のことができる、それで人に喜んでもらえる、それに気づかせてくれたのがあやめさんだったんだ。あやめさん、何のことはない、それはスポットライトの光なのさ。だけどそれがあたいにはなぜかおふくろのように懐かしかったんだ。おふくろは早くに死んじまって、もう顔も覚えてないけど。そうだったのか。この顔になってももう一つって感じだ。そんなに可愛くない。なぜなんだろうな。髪の茶色か。茶色すぎる髪の毛の色じゃないかな。一番あかんなっていうところは。眉毛か。そうか。そうだよな。同じ釜の飯。こちらこそ。普通に信頼度上がってるけど、なんだい？ほう、すごく気に入ったと。これどうだ、実際。実体これどうだ、これ。ないだろう。ないだろう。まあ、大神の今のにやけ顔もちょっとないけどな。大神。鼻の下を伸ばしてる。部屋でゆっくり休むがいい。誰かに会った。桜。違うと、マリアか。なんで桜なんだ。どうしたんだい？ショイ。あんかけちゃん？ホイホイちゃん？なんだこれは？ショイ、それは。え？今ここで拾ったんだ。そうでしたか。すいません。探していたんです。そうだったのか。それじゃあ、これをお返しするよ。ありがとうございます。綺麗じゃないな、お守り会だな。間違えた。間違えた。残念。ガチャ、バタン。じゃあ、音の具合大丈夫っすか？また2になってますけど。大きくなったり小さくなったりしてるね。3のまま固定しとけばいいんだ。おっと、ここまででした。じゃあ、ここまでということで。今日はここまでします。がっつり全部やろうかなと思ったけど。それしてもいいんだけど。なんか、こう、上がっていかないわ。上がっていかない。なんで。上がっていくときにまた撮ります。多分、明日の夜ぐらいに撮ります。さあ、隊員の状況確認しとく。お、もうカンナすでに気力十分だけど、スミレのご機嫌斜めだ。斜め透かしていこう。よし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 していこう。よし。ほいじゃあ、まあ、行ってきます。行ってきますってどこだよ。寝ます。ほいじゃあ、次のパート2でね、お会いしましょう。ほなまた。